こっから？こっから？あ、いいのか。これ取って、あれ、よし、取って、ちょっとこれ取って、あー、いいじゃん、開いた。で、これをとりあえず落としちゃう。落として、文句落とすのかな。で、ジャンプで押す。やっとここまで来た。押す。え、これ上に乗せるのかな。全然違った。絶対違うと思う。あ、もうやってくれない。スモーアタックとか矢印を押してるのに。あー、なんでだ。こっから、ジャンプ。嘘でしょ。何だったんだよ、あの箱持ってくればとか言ってたのさ。トラップだったの？時間ぐらいやってたよあれ。あ、もうちょっとこれ。あ、これで、そうでしょ。違うような気がする。あー。あ、違う。あー、もうお相撲さん頑張って。もうちょい。で、これをちょい押しで、こうじゃない？ほら、これあの家は関係ないよね。あの家は関係ないね。お、下が見れないんだよね。おお、ここは何？え、やっと来れたよ、こう。いや。やっと来れたよ。あれれれれ。嫌な予感。あ、ちょ。嫌な予感。これであげて。あ、何それ。上がりきったところでジャンプ？あ、遅い。あ、それか、あれを上に乗せとくとか？これ難しいな。
違うな。違うのか。違うのか。これで、こう上げて、え、どこまで上がるんだ。つまずき方ある？え？あ、上に行くのこの。ってことは、下ろして、え？これどうしよう。これは飛び越えて、あ、ダメだ、飛び越えちゃダメなのか。あれ？あ、まだ乗ってるか。これ2つ乗せて、置かないと上がってっちゃうから、2つ乗せて、で1つを乗せて向こうに、でこれを受けると、で、あ、取れたやん、取れたけど、ちょっとそういうこと、これタイミング難しいな。はい、ほら、お、ダメだ、もう諦めよう、もう無理、もう無理です。で、これを上げて、これ、あれ、これでちょっと上げればいいのかな。あれ、これぐらい。ほら、うん、え、こっからまさか飛んでいけるとか。違う違う。そうなの。まあ無理ですな。はい。もうやっと進んだよ。これね。あれ、上か。ドーン。ドーン。血なんかあるでしょ。ドーン。なんで2回やっちゃうの。あ、ほらね。ん？よし。ほら、あれ。あれあるんだ。で、乗って、マジ？あ、あ、いけるじゃん。なんだよ。普通にいけた。で、こっちに行くと、わあ、もう、なんか、持ってっていいのかわかんないな、これが。はい、シーソー、シーソーになっています。どういうことだろう。ここに持ってこなきゃいけないのね。ということは、うわうわうわ、ということは、
どういうこと？どういうこと？これを下げなきゃいけない。え？おっそっそ。あ、違う、あれ壊せばいいのか。あれを壊せばいいんだよ、別に。これを、あ、違う。え、壊していいよね。壊していいよね。あ、やったね。で、あ、で、そうでしょ。で、これを、行くと、え、違うと思う。もう一個いるのか。で、え、あー押せないの。2個は無理で、あれ、これを持っていく。え、やばい、え、やばいやばい。ちょっと、え、あれ押せるじゃん。え、え、あれ、で押していく。いけー。あ、これでドンと違う違う、マジ。あれ壊しちゃいかんかったのかな。わかった、引っ張ればいいの。違うな。あれ持ってこっちに行くでしょ。でこれを向こうにやりたいんだよね。けど向こう行くと落ちてっちゃうから、どうしたらいい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 。なんでこんな重いの。そういうことか、そういうことかよ、そういうことかよ。ちょっとちょっと、あ、ちょっとちょっと、え、え、あ、行き過ぎ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 。よし、もうか、ちょちょちょ、あ、へいへいへい、もうちょ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 、
ヘイ。わー、これ引っ張ってくの？引っ張って、あー下がってっちゃった。あーもっと前、これ違う、いやー違うか。ほっ、これを持ってってで、上に乗って、はい、よし、もう、はい、合ってるじゃん。お、すげえ。で、これを持って下に降ります。もう複雑すぎるよ。あ、やべ。え？なんか忘れてるような気がするけど。大丈夫かな。ああ、ちょ。そこは歩けるでしょ。何それ。そんなのも動かせるの？これ何？これ何？じゃあこれ持ってこなきゃ分かんの？来ないといかん。これなんだろう、何に使うんだ。え、マジでわからん。こっち側はいけないのね。こんなの出てこなかったじゃん、チュートリアルに。やばい、本気でわからんぞ。もうこんなの、こうとか？やばい。これは何？これは何だ？
何の意味があるんだ。おっそら、うん、うわあ、本当に分かんない。なんでこの段差登れないのかも分かんない。やべえな、やべえな、スモーマンクリアできるか心配になってきた。こんな難しいゲームだったとは。こうやって遊ぶゲームじゃないし。あ、やべえ、動かんくらした。やべえ、もうよし、これで引っ張ってる最中に雪吹き飛ばすとか、引っ張ってる最中乗せて、絶対違う違うな。あれ、あ、ちょ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 、これが何なのかも分かんないし、潰しちゃったけどさ、潰しちゃってよかったの。上にはいけるね。あれ、そういうこと、そういうことかよ。そういうことか。そういうことか。くそー、騙された。
取れないし。建造王子、おいと覚えとるけ。知ってる人。寝とる。それだけ？それだけ？建造王子、おいと覚えとるけ。あれ、寝とる。おいと覚えとるけってことは結構この村にいなかったのかな。おお、やっとクリアできたこの面。ばっちゃん、おいだ、ばっちゃん。あ、もうばっちゃんどこ来たの？寝とるのか？おい、起きて、ばっちゃん。よいしょ。なんで誰も起きん？ん？うん。あ、これこれ、ばっちゃん待っててくれたんだな。よーん、あーよ、あーあーやっぱお寿司なんだ。うめえ。大僧正様、村でおかしなことが起きておりまする。皆がなぜかどこでもいつでも眠ってしまうとです。起こすこともできないとです。これは何かの呪いやもののけの仕業でしょうか。大僧正様、助けてください。大僧正って誰？こりゃ何かの呪いにちげえねえ。大僧正様にお知らせしねえと。よし、出発。の前に腹ごしらえだ。いいよ。54分もかかってる。おお、3段目なんか変な回し。